16勝 13KO1 敗渡辺純一。トップオーナー日本バンタム級1位117パウンド4分の3 JM 加古川所属西岡俊明。15勝 8KO2 敗1分け西岡俊明。日本バンタム級王座決定戦、解説は元 WBC 世界スーパーライト級チャンピオン浜田剛さんです。どうぞよろしくお願いします。激しい戦になりそうですね。ちょうど両選手とも若手、そして伸び盛りの選手がここで衝突すると、どっちかが勝てばそのまま勢いに乗るでしょうからね、はい、これは見ものですね、はい。日本バンタム級王座決定戦、前チャンピオン大和慎が OPBF 東洋太平洋バンタム級王座に挑戦するためタイトルを返上しました。勝者が第58代日本バンタム級チャンピオンになります。今第1ラウンドのゴングが鳴りました。日本バンタム級王座決定戦、両者ともサウスポースタイル。現在画面左側黒のトランクスがいます。西岡俊明、日本バンタム級の1位であります。 JM 加古川、おっと左渡辺であります。西岡の戦績が18戦して15勝 8KO2 敗1分けであります。ウェイトが117ポンド4分の3 53.4キロ、白のトランクス、そして襟足が長い髪であります。日本バンタム級の2位楠木三好ジム渡辺純一25歳です。17戦して16勝 13KO1 敗、ウェイトは117ポンド2分の1 53.3 キロで今日の試合に臨んでいます。左大きなパンチ、これは空を切っています。まあ、この試合はサウスポート、はい、鼻に来ました。渡辺の左が火を吹いた。カウントが釣ります。今油断しましたね。首を振っています。浜田さん、はい、両者ともこのパンチがあるんです。今の渡辺の左フック、ショート左フック、まさか接近したところ、こういったクリンチしたところ打たないと思ったんでしょうね、はい、細かいパンチを出します。そういった面では今のは西岡油断ですよ、はい。ダウンした後に西岡大丈夫だと首を振ってましたが、ダメージの方はどうでしょう。やっぱりダメージ若干ありますよ。あ、そうですか、はい、あるからあえて倒れたんですからね、この渡辺の突進は稲がします。稲します。両者ともサウスポー、はい、西岡とスレーパーリズムをまず作ることですね。まずリズム、サウスポー同士というのは右のリードジャブよく当たりますからね、これをどんどん出してまずリズムを作ることですね。右が重要という、リードブローが重要という浜田さんのお話です。ワンツー、パンチを重ねていきます。西岡です。西岡はサウスポーとの対戦は1勝1分け、その1勝も10ラウンド戦っての判定、本人は苦にならないと話しています。一方渡辺はサウスポーとの対戦2戦2勝です。対オーソドックス右よりも右のジャブがよく出て自分のペースで試合ができると渡辺は話しています。右を出します。もっと出す、右出す、右出す、出す、ワンツーのパンチ、右をつきます。左、左ショートです。まあ、テンプル、米釜辺りに犬入りましたよ、はい、この試合は出だしから打ち合いになりそうな雰囲気ですね。そうですね、残り10秒を切りました。第1ラウンド西岡から日本バンタム級2位の渡辺純一ダウンを奪っています。しかしその後西岡も猛追を見せます。ここでゴングになります。第1ラウンド、こちら西岡ダウンを喫しました。いい試合だけども、はい、渡辺の今日の試合絶対勝ちたいという気持ちは出てますよ、なるほど、なりふり構わないというファイト。さあ第2ラウンドです。西岡の KO 勝ち8つのうち2ラウンドまでが6つであります。6つ、渡辺は 13KO のうち、おっと西岡出ます。
右からのワンツーストレート、いいの入りましたね。おお、左左、ちょっと渡辺1ラウンド目の後半から、はい、西岡の左ストレートを振ってますね。渡辺も逆襲します。左右のパンチです。渡辺右の目の下ちょっと腫れましたね、はい、そうですか、ちょっと腫れてました。ボディ、そして左腕を抑えます渡辺。とにかくこの両者の KO 勝ちのうちほとんどはこの2ラウンドまでということであります。スリリングなラウンドです。渡辺の右でした、入ってきましたよ。左です、右、重い音がします。渡辺のパンチ、右をかぶせます。渡辺です。試合は本当に分からなくなりましたね。あったー、ひだひだガクってきた、来ました、右をショート足台、膝をついた、ダウンの奪い合い。こちら渡辺が第1ラウンド、西岡からダウンを奪えば第2ラウンド、この西岡がダウンを奪います。左の連発きましたね。激しい試合です、激しい試合。なんと渡辺がマウスピースを出してしまっています。ここで渡辺の口にマウスピースが収められました。ボディーガーッと西岡です。西岡を引いた、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 狙う西岡、引いますよ、渡辺も出ます、引いてますよ、渡辺も出る、引いた、引いた、引いた、腰が入る渡辺、西岡狙っている、西岡もっと足りた、ダーン、そしてガッツポーズ、ガッツポーズ、すごい試合だ。日本バッタム級王座決戦、狙いカウントアップ、ダーン、ノックアウト、やった西岡、第58回日本バンタム級チャンピオン西岡俊明になります。浜田さん、はい、あの第1ラウンドのダウンを奪われて、その後西岡一気にスパートという感じでしたね。ちょっとやっぱりダウン取られた後硬いところはありましたけどね、いいタイミング持ってますね。ダウン取った左なんかまさに狙ううちのタイミングの抜群の感じですね、はい、なかなか西岡詰められなくてダウンを1回奪ってもそのあとずるずる行ってしまった判定という試合が続いてたんです。しかしここは一気にラッシュを見せました。これが当たると思ったパンチを連発で叩き込めたから、そういった面ではもっともっとこれから伸ばしたい選手ですね。はい、一方渡辺、あ、浜田さんご指摘の通り右の目の下紫色、そして顔は紅潮してます。1ラウンド終わる頃から左ストレート連発で食いましたからね、しょうがないですけど、ね、あれだけもろに食ってしまったらしょうがないですね。はい、現在リング上では認定書が読み上げられています。しかしこの渡辺のパンチも素晴らしいものがありました。第58代日本バンタム級チャンピオンは JM 香川西岡俊明となりました。